こんばんは、平井博明です。今回はですね、公式 LINE の方にまたリクエストをいただきまして、フェイスを返す、フェイスローテーションするんですけど、ドローは分かりますと、ドローはイメージ湧くんですけども、スライスでもフェイスローテーションをするイメージが湧かないと、でもしなきゃいけないんですよねと、そのやり方を教えてくださいということをリクエストいただきまして、今回それやりたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。ドローを打つんでしたら、フェイスを開いて閉じてあげて、フォロースルーを若干外に出すイメージですね。ちょっと打ってみます。終わってる。まあ、ああいうイメージですよ。ああいうイメージで打って、問題はそのフェードスライス系ですよね。その時にもフェースは閉じるのかどうかっていうことなんですけど、動画でちょっと撮れてるかどうかわかんないですけど、一応打ってみますね。閉じてスライス打ってみます。球はフェードしてます、はっきりフェードしたんですけど、取れてるかな。今のもすごい閉じてるんですよ、こうやって。イメージですけど、お手持ちにマヨネーズがあれば一番いいんですけど、ケチャップでもいいんです。チューブ、これがチューブだとしたら、こうやって構えてて、ここにマヨネーズがあります、満タン入ってます、ここでこうやってきて、ボール当たりました、したらギューって全部こうやって中のものを、中身を出して、体を回転していくイメージなんですよ。僕はそういうイメージ、こっちの方が分かりやすいかな。動きで言うとこういうイメージなんですよ。ボールはこう、こうではないんです、はい、これは良くないスライスフェードのイメージですね。こうやって打つ感じ。だからボールはこうやって回転するんですよ。こうやって、こうやって回転する。それでこういう回転をするんで、スライス回転で飛んでいく。フックは2通りあって、こうやって打つ人とこうやって打つ人がいる。ただアウトからは入らないから、まっすぐもしくは若干インサイド目から入る、ね、フックドロー系は。フェースはずっとターゲット向いたまま、こうやって打つ人とこうやって打つ人がいる。でもスライスはね、もともとスピン量が増えちゃうから、捕まえた方がいいんだよね。だからこうやって打つのが正しいっていうか、正しいのは分かんないけど、イメージはこうやって打ったり、こうやって打ったりするんでね、スライスフェードって。林からターゲットを狙わないで、とにかくもうぶり曲げてフェアウェイに出したいっていう時は、さっき言ってたこういうそぐ感じ、そう、もうこういう感じ。ああいう感じで打っちゃう。もうこういう感じ。
あって言っちゃう。うん、使わなくはない。無理してグリーンの近くに持ってきたいときはやるけど、そのターゲットピンを狙うとか、もうシビアにタイトに狙っていくときなんかはあれはやらない方がいい。なぜかっていうと距離が落ちるから。今5番で打ったけど、普通に打ったのが5番で190だとしたら、今のスライス打つと160とか170ぐらいまで落ちるわけよ。だから2、30ヤード落ちるんだよね、距離が。あんだけ曲げちゃうと。だからそれを例えばピン狙うときにやると番手がわけわかんなくなっちゃうから、ちゃんとまっすぐストレートボール打ったときと同じ距離を打たないといけないんで、ちゃんと球を捕まえて距離は落とさない、なおかつフェードスライスを打つっていう風にやっていかないといけないんで、だからフック打つにしてもフェード打つにしても、球は捕まえるよっていう動作は球筋関係なく入れなきゃいけないから、絶対にフェースは閉じなきゃいけない。それが答えです。これも球筋からやっぱりスイングを導き出さないと、どれぐらいの度合いでカットしたらいいのかとか捕まえたらいいのかっていうのが分かんなくなっちゃうから、だからドスライス打ちたいのか、もう薄いフェード打ちたいのか、ストレート打ちたいのかによって度合いを変えていかなきゃいけないんだよね。たださっきも言ったけど、ピンを狙うショットに関して正確なショットなほど距離の差を、ばらつきをなくしたいんだよね。一定の距離を、番手の距離を打ちたいから、絶対にどんな球を打つにしても捕まえなきゃダメ。こうやって打って、もう一回ちょっと納得いかないから打ってみようかな。ストレートになっちゃったけど、でもドローはしてない感じだね。フェードっぽい感じで飛んでってるから、あえてローテーションしてちゃんとこうやってギューって、今日はケチャップのイメージかな、マヨネーズのイメージかなでいいんで、そうそう、とにかくビュッ、こうブチューって出す、こういう感じ、こういう感じをプラスロフトをこうやってこうやって立てながら、こうやって入れる、こう使う感じが、こっからここにかけてこうやってこうやって打つ感じのイメージ、もうイメージの問題になっちゃうんだよな、形気にしてないから。そういうイメージを持ってもらった方がいいかな。だからそれが出づらかったら、最初極端なこういうポジションでいいの、ボールつま先の前か親指ぐらい、それで閉じてカット打つ、こうやってこれは分かりやすいでしょ。めっちゃ分かるね。でしょ。しかも今相当こうやってるから、あ、それでも返してる。そう、今のやばい。あれぐらいボールを左に置いて、どんな形でもいいから、とりあえずスライスを打つんだったらスライスを打ってみて、例えばご自身で動画撮ってこうやって削いで打っちゃってるのか、ちゃんと捕まえられてるのかを判断してもいいかなと思う。それが例えば閉じてちゃんとできてきたら、ボールをいつものポジションにだんだん戻してって、そこでもできるかどうかっていうのをやった方がいいかな。ただ無理に閉じてスライス打つ必要はないと思うんでね。うん、要はそれが100点だから、そこまで100点を求める必要ないから。ただ曲げたいんだったらカットに入れてもいいって。全然全然、番手1番手ぐらい上げて打って、ちょっと立てながらカット打ってたら距離はそんなに落ちなくなるから、そういうイメージだけでもいいと思うけどね。それも度合いの話なの。そう、度合いの話。どれぐらいの度合いでフェースコントロールをしてるか。今回リクエストいただいたスライスの時もフェースを閉じるんですか、その閉じ方教えてくださいって、イメージだけの伝え方になっちゃいましたけども、とにかくドロー打つにしてもフェード打つにしても
ボールは捕まえてあげて、フェースは閉じなきゃいけないっていうことだけは意識してやってみてください。では今回ですね、フェードの時、スライスの時にもフェースを閉じる、その閉じ方ですねについて動画を撮っていきました。少しでもいいなと思ったらですね、グッドボタンを押していただいたり、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では今回の動画以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。